渦政ライムライトは2014年6月14日に公開された日本映画。同年のファンタジア国際映画祭でシュバルノ・ワール賞と日本人初の最優秀主演団優勝を受賞。数多くの時代劇を作り出してきた渦政を舞台に時代劇を支えてきた人々の姿をチャールズ・チャップリンのライムライトをモチーフに描いた作品。 主演は、5万回切られた男の異名を持つ切られ、役俳優、福本製造であり、福本にとっては、本作が55年間の俳優人生で、初の主演作となった。また、ヒロイン役の山本千尋も本作が、映画初主演となるほか、松方弘樹、栗塚朝日などの時代劇俳優や、福本の所属する、東映見解の俳優、多くの時代劇映画で監督を務めた。 中島貞夫が出演している。制作に際し、制作委員会に加わっている、京都市とプロデューサー、脚本の大野広之が代表を務める、京都の映画、アニメ産業育成協会が、一般からの寄付を募り、これが、制作費の一部として当てられている。劇場上映に先立ち、TV 編集版が2014年1月14日の NHKBS プレミアム プレミアムシアターで先行放送された。2014年11月24日にアメリカのロサンゼルスでプレミア上映が決定し、12月5日からアメリカ主要都市で劇場公開が決定した。また、2015年7月にはパリでプレミア上映が開催された。京都南海間にて、福本製造、追悼上映時代劇専門チャンネルで追悼、福本製造、 渦政ライムライト放送をかつて日本のハリウッドと呼ばれた京都、渦政。渦政ウズマサの日映撮影所に所属する、神さんは、切られ役一筋のベテランオーウェア俳優だが、時代劇の減少に伴い、出番が減ってきていた。そんなある日、長年続いたテレビ時代劇、江戸桜風雲録まで打ち切られ、主演の尾上は、神山に、また切らせてくれと言い残して、渦政を去る。切られ。 役としての出番を完全に失った、神さんは映画パークのチャンバラショーに出演することになった。映像作品での出番がない日々を送る中、神さんは新人女優のさつきと出会う。どんな状況でも稽古を怠らないその姿に惹かれた、さつきは神山に盾の指導を来い、二人はいつしか指定関係となる。やがてさつきは時代劇での盾をきっかけに東京で活躍し、 スター女優となる。時が経ち、江戸桜風雲録の劇場版の制作が決定。サツキは、小野絵と共に主演に抜擢される。久々の渦政での撮影を喜ぶサツキだったが、神さんは体調を崩して引退しており、いつの間にか大切なものを失っていたことに気づく。サツキは、神さんの故郷を訪れ、堅くクに復帰を拒否する彼に稽古を申し込み、映画への出演を懇願する。 一ヶ月後、神さんは撮影所にいた、己との約束を果たすために、そして最愛ので視察機に切られるために、AB5 万回切られた男、福本製造、初主演映画のアメリカ公開決定に誇らしく、シネマトゥデー。 http://www.cinematoday.jp <ペ>スラ<ロ>ッ<ー>シュページスラッシュ n00678072014 年11月4日閲覧。ab 5万回切られた男。福本製造が主演団優勝。日本人初の快挙。シネマトゥデイ。2014年8月9日閲覧。5万回切られた男。 福本製造が初主演、渦政ライムライト公開決定。映画ドットコム。2014年6月24日閲覧。キラレ役の代名詞、福本製造主演、渦政ライムライト制作中。映画ドットコム。2014年6月24日閲覧。キラレ、約55年、初主演映画、福本製造さん、渦政ライムライト。京都新聞。 2014年6月24日閲覧。うずまさライムライトインタビュー。5万回切られた男。福本製造。キャリア50年の大ベテランが語る。男の美学。映画ドットコム。2017年9月10日閲覧。5万回切られた男。福本製造。初主演映画で最優秀観客賞。シネマトゥデー。2014年8月9日閲覧。5万回切られた男。 オランダで、観客賞受賞。福本清さん55年の役者人生で、初の主演映画。シネマトゥデー。2014年10月14日閲覧。ウズマサライムライト、バンクーバーで上映マイナス5万回切られた男。福本清三さん主演。バンクーバー経済新聞。2014年12月5日閲覧。映画、ウズマサライムライトベイ。 ハートランド映画祭にて優秀作品に選出。東映京都ナビ。2014年12月5日閲覧。そこのみにて光り輝く6部門セース。大阪シネフェス。大阪日日新聞。オリジナルの2015年2月3日。時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2015-0203093835/http://www.nnn.co.jp/.t 日 /.news/.150131/.20150131035.html2015 年2月4日閲覧 第10回大阪シネマフェスティバル受賞者決定大阪シネマフェスティバル実行委員会2015年1月4日閲覧ありがとうございます。